まあ、何ぞ、何ぞ直接的に。直接的じゃなくて大事なことじゃないですか。質問だから。してて。ニャレさん、モンハンしてないんですか？ジム、ちょっとモンハンは、もうサードで終わってますわ。いや、それ俺たち一緒だから。なんかさ、最近モンハンワールドとか、なんか FPS 系以外に何も感じないんだけど。どういうこと FPS 系以外に何も感じないって。なんか、やりたいと思わない。魅力がないみたいな。そう。あー。FPS 系ってさ、ちょっと疲れない？多少。疲れる。けど、けど俺3ヶ月何もやってなかったからさ、みんなが遊んでる。FPS 系って言ってもさ、あんま言うてなくない？ある。あ、でも最近はほんと PUBG しかしてない。ほんとに今日5時間 PUBG やったもん。じゃあもう絶対ドンカツだね、はい、この動画は。だって今日俺4ドンしたよ。だって、じゃあもう、じゃあもう今日10ドンぐらいしてもらって、このまま3年ドンカツぐらいしてもらって、サクッと俺たちはモンハンやってくるって感じで。てか明日の分までも取ってほしいぐらい、ね、明日の分、明後日の分までもニャルにドンカツに導いてもらうか。毎回言ってんだけどニャル死ぬんだよな。でもそういう時、そう、なんかクーさんとかとやるときなんかすぐね、ちょっと死んじゃう。なんで死ぬの？緊張。まだ緊張してんの？まだ緊張するの？いや、そんなんだろう、体はしてないけど心はしてるみたいな。いや同じ。心は正直なんだ。心はね、本当にもうエイム見てちゃう、ブルブルしても俺バックないからさ、もうどうしよう。やっぱバックあった俺。こんなに拾えなかったし、こんなにバックないの初めてかもしれない。ちょっと待って。バックなんかいらねえよ。ダメだよ。じゃあやってよ、それ。これあれだよ。だって外出するときなんか、バックなんか持っていかないから、俺。でも、男は持っていかないと多い気がするけどね、バック。男は？で、女性は持つじゃん、バック。まあ、いろいろ入ってますからね。リアル？え、リアルの話。ああ、持ってくね。すいません、ネットに生きてるニャルさんにはすいません。すいません。すいません、ちょっとごめん、なんか。話が理解できなかった。ごめん、なんかリアルの、ネットに生きてるニャル君には、ネットのリアルの話は無理だったか。いや、俺もだってリアルに行こうと思ってたの、パソコン壊れてる時。だけどね、結局帰るところ壊してなかったわ。え？うん？何？結局？うん？結局ここしか帰るところなかった。誰も受け入れてくれなかった？無理だった。俺には生きれない、あの世界は。彼女作らんの？あのね、いや、そのね、作らどうしよう。周りくどい割に結局何が言いたかったのかよくわかんないけど、どういうこと？え、だから、俺は。彼女いるの？やるって。いや、いるよ。え、やる彼女いるんだ。え、どんな感じ？いや、そう、本当に言いたくなかった。どんな感じのなんかことしてんの、彼女と。え、お電話とか。電話？お電話。あ、電話か。にゃるくん、にゃるくん3次元の話でいいんだよね。何？もういいや、もう。3次元の話で大丈夫。そこら辺ね、ちゃんと確認しとかないと。え、スッツは？ん？スッツは？まあね。何その直接的に。直接的じゃなくて大事なことじゃないですか。質問だから。してて、否認してなかったら、なんかまあ、お兄さんとしてというか、ね、年上として、否認はちゃんとしようねっていうふうな話しようかなと思ったけど。では。まだしてないです。まだしてないんだ。じゃあ、するときにちゃんとコンドーム買わなきゃダメだよ。コンドーム買うときに、ちゃんとあれで、あの免許証見せるんだよ、店員さんに。そう。いや、あ、待って、俺コンビニ身分証見せる。ね、身分証見せるよ。そう？うん。身分証見せないで買ってたの、それ違法だよ、にゃるさん。本当だよ、それ。自販機なかったっけ？自販機なに、昭和かなんかの話？いや、昭和の話っすか？あ、クソ田舎だったらあるよ。あ、クソ田舎だったらあるよ。田舎じゃないもん。いや、でも基本的に、その免許証、タスポみたいなやつは作るんだよ。みんな、大人になったら。そうなんだ？そう、役所で作れるよ。マジかよ。タスポみたいな。ってか。絶対さ、そんなにいいってタスポ版みたいなやつあるんで、でも。いや、そう、嘘だけど、さすがに。タスポがあるよ、タスポみたいなやつ。本当に？確かにありますね、くんさん。理由は知らねえだろ。ある。言うにゃないと嘘っぽく思うよ、ね。いや、東京だね、東京だけ条例で決まってる。え、だって、俺。青少年軟体育成条例かな。市役所とか区役所のなんか保険、健康保険証とかあるじゃん。うん。そこの部門で、なんか健康保険証もらうときに一緒にもらえる。申請して。
ねえねえ、通販のやつは？通販？え、通販だって入力する場所あるんだよ。だって、あれだよ、コンタクトレンズとかだって。あ、でも海外から輸入してるやつとかだったら別にそのまま買える。いや、それでいいや。いや、ダメだよ、海外のやつはダメだよ。脱法コンドームだよ。脱法コンドーム？脱法コンドーム。あの、その海外からは脱法だね。なんか麻薬みたいな。まあ、だってまあ、同じような成分だからな。え、なんかさ、マウニアンと買い占めとか。買い占めなかったっけ？いや、だってあれだって俺の全部使ったもん。すげえ。賢くなった。終わったな。知識増えたよ。え？なんか敵いるんだけど。どこいんの？え、俺知らないよ、ヤルさん。そんなところで敵いるとか言ったって。ヤルさんが。あ外人やってくれた。何だこいつ。あ、いるいるいる。え、どこいんの？あれか。ね、そうそうそう、あれあれ。なんか俺らのこと気づいてないでしょ、あれは。多分、挟んでる。合流しな、にある。え、どこだ、え、リュウここだったよね。そう、ここやばくね、どこだ。降り、下山して遠くから離れたか。お、いるいるいる。一回引くわ。あれ、え、なんで当たんないの。上から殺していくわ。一人もやってない。今一人もやってないや、多分外人が来た。外人すげえカスタムしてるわ。やった、気絶。全滅。いや、気絶だけ。痛い。気絶。あと一人どこだ。あ、いる。真下。いや、これ降りてやろ。やった、ナイスナイス。あー、シャオリー。あ、何やってんの。興奮しないでください。シャワイな。え、寒くてなんでそんな風で。やるさん彼女ついっすんの。見てまだ。うるさい。まだ予定は立ってない。もうそういうなんかさ、なんかな。聞いてこないで。え、だってね、気になるじゃんね。ダメ。したいのしたくないのどっちやん。したいよ。あー、これどうすっかな。この辺守っといた方がいいな。この辺よ。後ろから来ないように見といた方がいいと思う、後ろ。家の中先取って、もうアンチとともに、あの、行った方がいいと思う。そうだね。で、来られたらクソだから。で、俺見ないから、ツイッターしとくから、よろしく。じゃあどうすんだよ。いや、それにやるに任せるよ。オッケー。やるだって強えんだもん、お前。オッケー。やる強えし、彼女と、もするもんな。さあ、ああ。この戦いが終わったりします。ふざけてんな、こいつ。後ろ来ないよ。もうね、すっげえ場所してる、すげえ場所してる、なんか。あ、いた、125よ、125いるよ。1回の125敵。どっから見て125か、ね、1回ですか、遠いんですか、どっちですか。撃てんの。撃てる、俺は撃てる。え、これ超近くじゃね。近く。やべえじゃん。もうそこじゃん、っていうか。やった、殺した、かっきる、かっきる。いや、え、一人だけ？かっきる。二人だけど、一人誰かやった。いや、まだいるよ、まだ。ふざけんな。嘘。いや、ま、近くにいる。ま、嘘。え、俺の近くにいるんだけど。いや、そう。別です、それ。皆さん、それ別です。やったよ、二人やった、こっちは二人やった。じゃ、それ終わり？じゃ、そっちは。俺二人やったよ。え、そっちは終わり？終わり、多分終わり。俺回復できるから、交戦できない。はい。やべえところにいる。いや、こいつ3人いるから。あ、でも向こう行かないと。移動しようもん。両方ミニと SK ですよ。スナイパー陣。うん。動画のタイトルにするから。SR2 丁持ちでドンカツしてみて、その中に。SKS& ミニでドンカツってタイトルだ。昔にやるとマンサーと俺と組んでさ、やった時にさ、うん、同じタイトルやってたね。確かに、うん、あの SR 同時持ちが強すぎたね。 SR 好きだからね。熱入れた。反対横見てるわ。外人に結構やれてくれるんだ。俺がやったけどまだ敵いるから。もう行こうぜ。ちょっとなんか
あと18人で。どうせあいつら当たんねえから。カモン。大丈夫だ。後ろ。後ろ近い。うん。やつ。二人やった。後ろ。ああ。285。あいで。やべえチーム。285。スモーク散布してほしいかも。ちょっと待って。動けない。殺すだけで手一杯だ。挟まれてるから今。あ、ちなみにね、あの竜100万方向の敵まだ死んでないからね。竜140から来るよ絶対。うん。後ろに行った。ごめん。さっきのやつ。いや分からん。ああ、さっきのやつ。やれる。戦わない方がいいよねこれ。ああ、多分。だ、外人見てるんじゃない、さすがに。外人は見てくれたらいいんだけど。あ？ちょっと待って、多分大丈夫だと思う。蘇生まで行けるけど、208方向多分来る。いて。ブレウィンめっちゃ落ちてんだけど。285。それ無理だわ。125やんないと。左。どこだ？あ？ごめん、場所全然わかんないわ。外にいるっぽいの気がしたけど。ああ。何人いるわ。フレームレットやべえんだよ。やばくねこれ。大バトルだな。いや、てかね、同じとこにね、いっぱいいてね、同じ方角に。集まりすぎた。